ピンポン。行ってきます。ふんふんふん。もみあげをよこせ。ふんふんふん。はんはんはん。もみあげをよこせ。ん、なんかどこからともなく声が、気のせいですかね。ふんふんふん。もみあげをよこせ。何事？ゆかりさんのもみあげ。突如として発生したトレンド、ゆかりさん。その発信源をたどってみると、なんと、ゆかりさんのおみぐしそうめんセットが発売されてるじゃありませんか。困惑するツイッター民、ワクタクタイムライン。もみあげを食す絆あかり。もみあげがとても美味しいとバレてしまったゆかりさん。もみあげを狙う者が続々と現れる中、彼女は果たして逃げ切れるのだろうか。本日はそんなお話。しまった、行き止まり。もみあげもみあげ。ひぃぃぃ、もうダメです。またスイナちゃん、寄ってたかってで少女のもみあげを狙うなど、トラップ設定。笑うのやめて。ゆかり先生は私が守ります。スイナちゃん、でもそんな大勢相手じゃさすがに。大丈夫です。時間稼いだら私も撤退しますので。まあ、でも、別に倒してしまっても構わんのだろう。それ死亡フラグって、すみません、お願いします。任せてー。いたぞ、もみあげそうめんだ。捕まえろ。うわ、こっちにも追ってが。やめろー。あかね、葵ちゃん。先生は私が守る。行け。ふっふっふ、貴様ら、うちのパワーを舐めへん方がええで。最近せっせと腕立てをして身につけた筋肉。何？さらに腕の追加でパワーやばい。くっちょうな。そしてカイリキンのパンツをかぶるぜ。いつも。勝負や、ほりゃあああああうわあ。頭打った。え？頭打った。うぎゃあくそそこはね。よしもみあげを、まずい、一旦逃げましょう、先生。うおここまで来れば、とりあえずは一安心です。ふう、疲れた。ちなみに先生はなんでみんなに追われてたんですか？いや、私にもよくわからないんですが、もみあげがそうめんで、美味しそうだからとかなんとか、意味わからないですよね。確かに、そんな美味しそうなもみあげ、食べちゃうなんてもったいないですよね。ちゃんと湿気対策して密封して保存しないとね。なんか今までで一番やばそうなやつ来た。いいいいいい。待ってー。はぁ、あ、はぁ、あ、とりあえず部室まで逃げられました。ん、先生どないしたん？そんな息切らして。わかりちゃー！うわなんや。てれれれってれーん。よしよし、そうなんか、怖かったな。じゃあとりあえず鍵閉めとくれ。うん、はぁ、あ、怖かった。なんでみんな急に私のもみあげを狙ってくるんですかね。私の髪の毛がそんなに綺麗でツヤツヤでしとやかでうらしいからといって、食べようとするのはやりすぎです。何鍋用意してるんですか？いや、小腹が減っちゃってな。ちょっとラーメンでも食おうかと。ああ、うん。あかりちゃんから食いしん坊ですね。あはは、小ネギと生姜。小ネギはまあわかりますが。ラーメンに生姜？ん、隠し味とかに使ったりせん。意外と合うんやで。へえ、そうなんですね。さすがあかりちゃんは食に関して詳しいですね。そうめんの、うんうんうん。いや、本当はラーメン食おうと思ってたんやけど、こんな美味しそうなそうめんが、ゆかり背負ってやってきたんやしな。でもさ、ネギ背負ってくるみたいに言わないで。あ、みーっけ。ひっ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 。もみあげ、そうめん。ひー、やめ、やめ、やめてっていう夢を見たんですよ。まあ綺麗な紙しとるしな。てへへ、確かに。でも食べるなんてもったいない。しっかり真空パックで保存しないと。この子夢の中とキャラ変わらねえな。